皆さんこんにちは。富士通のチーフサステナビリティオフィサーの梶原です。世界規模の環境課題である気候変動や資源循環、生物多様性などの自然資本への取り組みは企業が存続していく上で不可欠となっています。これから富士通の環境に関する取り組みについてご紹介します。持続可能な社会を実現していくために富士通が重要だと考えていること、それは様々なステークホルダーとの連携です。環境課題の解決は一つの企業や団体だけで叶えられるものではありません。同じ課題に共感する企業や官と学との共同を通じて GX グリーントランスフォーメーションへ挑戦していくことが大切です。そうした中で富士通が取り組んでいるのはデータを活用した取り組み、産業界全体のリレーション強化です。一つずつご紹介いたします。まずはデータを活用した取り組み。富士通ではコンピューティング、ネットワーク、 AI、 データ&セキュリティ、コンバージングテクノロジーズといった5つのキーテクノロジーで社会課題の解決に挑んでいきます。特にカーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、生物多様性の課題に対してはバリューチェーン全体で企業をまたぐデータの流通、環境価値を活用したい使用者をつなぐこと、各社の取り組みの共有などが求められています。信頼性のあるデータ収集、トラストな基盤でそのデータを流通する高度な技術、製品・サービスの使用者にタイムリーに関心のある情報を伝え、人々の行動変容を促す技術などにおいて富士通が貢献できると考えております。続いて産業界全体のリレーション強化。 DX を推進し SX サステナビリティトランスフォーメーションにつなげる事例は増えていますが、素材産業、製造業、リサイクル産業など業種を超えて課題を共有する場がなかなか広がっていないのが現状です。富士通ではさまざまな産業の DX 基盤を支える立場から社会全体での GHG 排出量の削減に向けて業界横断の国内外コンソーシアムに積極的に参加しています。製造業として培った GHG 排出量の算定、削減のノウハウやサービス、製品の LCA ライフサイクルアセスメントの知見などを共有し、クロスインダストリーなルール作りを行っています。そして CDP サプライチェーンプログラムを活用してお取引先のスコープ 1,2,3 の GHG 排出量削減に共に取り組んでいます。グローバルなバリューチェーン全体での GHG 排出量の削減に貢献していくために、まずは当社のお取引先と GHG 排出量の可視化や削減の取り組みを共有し、エンゲージメント強化に力を入れています。お客様との連携においては、当社の製品やサービスを使用いただく際に CO2 排出量低減に貢献するグリーン製品の積極的な情報提供などリレーション強化に取り組んでいます。当社のバリューチェーン上流と下流の企業様とのリレーション強化を軸に社会全体への取り組みを後押ししていきたいと考えています。これからの企業は地球市民の一員として社会環境課題解決に主体的に貢献していく必要があります。そのためにはグローバルな市場でのルールメイキング、産業界や社会全体での連携が必須となっています。ぜひ富士通とご一緒に持続可能な社会の構築を目指してまいりましょう。